車輪配置2から6から4は蒸気機関車の車軸配置のうち2つの先輪と6つの動輪4つの重輪で構成されるものを指すこの軸配置はアドリアティックとも称されるアドリアティックの軸配置はよく知られた3つの例外を除けば通常はタンク機関車に使用されサイドタンクを備えていることがわかるように例えば2から6から 4t といった 設備文字をつけて表されることがある。最も早い例として知られるのは、1901年に、ケープ植民地鉄道の主任機関車監督だった HMBT によって設計された南アフリカ国鉄 6Z 型蒸気機関車である。本形式の最初の車両は、車輪配置2から6から2のプレーリータイプだった機関車を、2つの車軸による、 受大車を備える形に改造したものだった。1902年には当初から車軸配置2から6から4で製造された機関車が加わって運用についた。校舎は当初よりこの車軸配置で製造された世界で最初のテンダー機関車であった。車軸配置2から6から4のタンク機関車は世界の様々な鉄道事業者で製造され、 主に貨物や近郊旅客列車に用いられた。急行旅客列車で成功した例は少ない。最も早い例として知られるのは南アフリカが最初で、1898年製の南アフリカ国鉄 D 型蒸気機関車である。オーストリア国鉄310系蒸気機関車。オーストリアでは、1908年製の210型と1911年製の310型という。 二つの急行用テンダー機関車がこの車軸配置だった。いずれもカール・ゲルスドルフの設計による。1918年までオーストリア・ハンガリー帝国がアドリア海に接していたことから、この車軸配置はやがてアドリアティックとして知られるようになった。フィンランドは VK1 系、VK2 系、VK3 型という3形式のタンク機関車を保有した。 これら3形式は、イータと呼ばれた。VK1 型は301号から305号の番号が付され、ペンシルベニア州フィラデルフィアにあるボールドウィンロコモティブワークスで1900年に製造された。VK1 系、イータはアメリカ合衆国製だったため、アメリカンとも呼ばれた。VK2 型は454号と455号が不番された。 VRVK3 型蒸気機関車は456号及び487号から492号が不番された。1915年にフィンランドの重機械企業のタンペラで製造され、地方の旅客輸送に使用された。489号はフィンランド鉄道博物館で保存されている。保存機の西ドイツ国鉄 66K66002 ドイツ連邦鉄道による66系タンク機関車2両は高速貨物と旅客列車用に設計され、1955年に DB の再建機関車建造計画の一環として製造された。2両とも1968年に退役した。002号機はボーフムダールハウゼン鉄道で胴体保存されている。スウェーデン国鉄 SB 型蒸気機関車は 1917年に製造され、1750mm の動輪を備えた旅客機で1両が保存されている。スウェーデン国鉄 J 型蒸気機関車は、客家両用で 1300mm の動輪を備え、アトラス、モタラのハブの各社で1914年から1918年に製造された4両が保存されている。 二から六から四配置のタンク機関車は1913年に SLM によってベルンのイエンブルク専用に製造された。1956年の時点では依然としてバーゼルで使用されていた。少しイギリス風の外観でその当時は電化されていなかったフランスとスイスを結ぶ列車に使用されていた。ニュージーランドクライストチャーチのフェディー・ミード鉄道では 全6 7 m m 機関の2から6から4タンク機関車が2009年にボイラー修理のために離脱するまで定期的に運行されていた。1901年にボールドウィンロコモティブワークスで製造された。ニュージーランド国鉄の WF 型は1903年から1928年まで製造された汎用タンク機関車だった。ニュージーランド全土で使用され、 同系機がタスマニア島政府鉄道の D 型としても運用された。WF 型は3両が胴体保存されている。1898年から1900年にかけて、プレトリア・ピーターズブルグ鉄道は、ベイやピーコック製の6両の2から6から4、タンク機関車を投入した。第二次防和戦争の機関に、これらの機関車は、まず、ネーデルラント南アフリカ鉄道に、 ついで帝国軍事鉄道に引き継がれた。戦争後、これらはセントラルサウスアフリカン鉄道で運行され、1912年に南アフリカ国鉄に南アフリカ国鉄技型として編入された。1901年、ケープ植民地鉄道は自社のサルトリバー工場設計でニールソンが製造した2から6から2のプレイリータイプのテンダー機関車である6型を4両投入した。 運転中に高速域において不安定であると考えられたことから、重輪を二軸ボギー会社に交換して、車輪配置を2から6から4に設計が変更された。1901年後半に発注された次の4両は、この変更が取り入れられて、この車輪配置で製造される世界で初の機関車となり、1902年に引き渡された。この設計変更は、 高速域での機関車の安定性を著しく改善させ、最初の4両もこれに従って変更された。1912年に SAR に編入され、8両の機関車は南アフリカ国鉄 6Z 型となった。ケープ植民地鉄道 A 型タンク機関車1902年、CGR は2両の狂気用 A 型蒸気機関車をポートエリザベスからランフクルーフを通る。 アボンチュール支線に投入した。この形式はマニングワードル製で 2362mm の車体幅を持ち 610mm 機関用の機関車としては南アフリカで最も幅が広かった。イギリスで最初の2-6-4のタンク機関車は1904年に狂気のリークマニホールドバレーベン鉄道用に製造された2両の機関車である。 標準機で最初の例は1914年製のグレートセントラル、鉄道用の1バイト型である。サウスイースターチャタム鉄道のリチャード・マンセルは1914年に急行旅客用の K 型を設計し、1925年には3シリンダー版の K1 型がサザン鉄道に導入された。この両形式は高速では不安定であることが判明し、 1927年のセベノークス鉄道事故を契機に車輪配置2から6から0のテンダー機関車に改造された。しかし、マンセルは1930年の貨物用サザン鉄道 W 型蒸気機関車で、この車輪配置の機関車をよりよく運用させている。 イギリス国鉄4型2の6の 4T 蒸気機,機関車、ナン、no. バー81361927年から1940年にかけて、ロンドンミッドランドスコティッシュ鉄道は、よく似た4種類の設計からなる500両近くの2から6から4タンク機関車を近郊旅客列車用に製造した。これらの最後となるフェアバーンは、 イギリス国鉄になってからも1951年まで製造が続けられた。フェアバーンによる LMS での設計は成功を収めたイギリス国鉄4型 2-6-4T 蒸気機関車の元となり、同形式は1957年まで製造が続けられた。保存機の NCCWT 型ナン、no. バー4946年から1950年にかけて、 LMS の EN は、告示した設計による18両の機関 1600mm 用機関車を、北、アイルランド向けに、イギリス国鉄ダービー工場で製造した。この機関車は後に、NCCWT 型蒸気機関車となった。ロンドンノースイースタン鉄道の L1 系蒸気、機関車の原型は、1945年に、エドワード・トンプソンによって設計された。 本形式の残る99両は、イギリス国鉄の管理の下で1948年から1950年の間に製造された。c 1 1系2 0 7号機日本では、下記の形式がこの車輪配置で製造された。このうち、C11 型は、私鉄等で製造された、派生機も含めて、約400両が製造され、全国で運用された。 2020年現在は5両が胴体保存されている。また、C10 型も1両が胴体保存中である。ありがとうございます。